もうすっかり夏だね。あ、そうだ、ヒーロー見た？ヒーロー。やっぱあのドラマ超面白いよね。何が面白いかって、最後の最後でキムタクが大逆転して事件を解決するところが超爽快なんだよね。遠山の金さん？あとこの前さ、超可愛いキャミソール買っちゃった。ちょっと高かったんだけど、キャミなのに超デザインが凝ってて、色もなんか上品なんだよね。ねえ、それやめてよ。要するに要するにって人の話まとめないでよ。たとえそうでもなんかテンション下がるし、それじゃ会話続かないじゃん。はぁ？ちげえだろ、ドアホ！全部おめえのせいだよ！おめえが話を要約しすぎるから話題が途切れんだよ！徹子かよ！おめえ徹子かよ！何の部屋気取りだよ！てかここ野外だぞ！もっと一つ一つの話題を引っ張っていくタモリのパターンでいけよ！だから要するなっつってんだろうが、このタコ！グノシーか、てめえは！ググれかす！怒るだろ普通！こっちはてめえみてえなポンコツボクトツ野郎との会話を盛り上げるために必死に会話を提供してやってんだろうがよ！てめえが他でもそのイライラする要約会話しねえように注意してやってんだろうがよ！そんなこともわかんねえのかよ、このポンコツ野郎！黙れ！私はお前が心配なんだよ！要するに、私は、お前が、好きなんだよ！以上、すぐに、要するにというポンコツ要約男子を怒る美女でした。